だからなんかあの合気道のおじいちゃんとかって本当に強いまま70歳とかなんですよ。で要は70歳でなんで強いかっていうと筋肉使わないんですよ。その相手がどう動くかっていう動きを読むっていう知能とそれに合わせて必要なところをちょっとだけ抑えて軸をずらすっていうのをやるからその合気道のおじいちゃんとかにも全然勝てないんですよね。そう渋川さん、あの渋川さんの動画探すとあると思うんですけど、あのバキで出てくるあの強いおじいちゃんのモデルになった渋川さんって合気道の人があの探すと動画何個かあるんですよ。あのその自分から投げられに行ってるようにしか見えない動画とかもちょこちょこあるんですけど、ただあの人がこう動いた時にこういう風に動くよねっていう反射神経の部分は本当にちゃんとしてるんですよ渋川さん。なのでその相手がわざと飛んでるんじゃなくて掴んだ瞬間自分の腰を落としてるなっていうのも見ればわかるんですよね。なのでもう掴んだっていう人って握力で掴むというのをやってで腰を落とした場合ってその渋川さんでも体重50キロぐらいだと思うんですけど、塩田五郎さんね、あのその体重50キロのものが下がってしまったらその50キロのものを掴んでいるから自分が50キロ分引っ張られてしまうんですよ。でそこの引っ張られた勢いを使うとかっていうのを自然にやってるんですよね。だああいう人と戦って勝てると思うのはあのなんか間違いなので、まあ、頑張りたい人は頑張ればいいんじゃないかなと思います。まずはじめに気になったんですけど、ひろゆきさんは塩田剛造先生のことを強いと言っているじゃないですか。けどですね、強いとか弱いとかいうためにはそれを測るための物差しが必要なわけなんすよ。例えばボクシングの世界チャンピオンは強いわけなんですけど、それはボクシングという物差しで測った結果として強いと言えるわけじゃないすか。いくらボクシングが強いとしても剣道とかバスケとか他の物差しで測ったら強いとは限らないわけですよね。もちろんボクシングの世界チャンピオンが剣道で負けたとしても、じゃあその世界チャンピオンが弱いのかと言ったらそんなことはないわけで、じゃあ試合とか組手とかを全くやらない合気道をやっている塩田剛造先生が強いというのは、ひろゆきさんは一体どんな物差しで塩田剛造先生を測った上で言っているのかなぁと思いました。で、これはおそらくなんですけど、ひろゆきさんは塩田剛造先生が馬紀に出てきた渋川剛毅のモデルになっているということを引き合いに出しているので、ですからおそらくひろゆきさんも塩田剛造先生が渋川剛毅みたいに素手の格闘で自分よりもはるかに屈強な相手をポンポン投げ飛ばせると、そう考えて塩田剛造先生のことを強いと言ったと思うんですよ。けどですね、塩田剛造先生が実際に渋川剛毅みたいな真似ができるというのは、それってひろゆきさんの感想ですよね。なんかそんなデータでもあるんすか？いや確かに、塩田剛造先生の逸話って多いんですよ。ロバート・ケネディのボディガードを取り押さえたとか、柔道の鬼と言われた木村正彦に腕相撲で全勝したとか、プロレスラーの前田明さんに技をかけたら前田さんが動けなくなったとか、まあちょっと調べただけでもそんなのがいろいろ出てくるんですよ。で、塩田剛造先生の演武も本当に渋川剛毅みたいに相手をポンポン吹っ飛ばしているんですよ。けれどそういうのって、全部条件設定がされているという前提の話じゃないですか。例えばこういう風に掴んできてくださいとか、こういう風についてきてくださいとか、相手の行動を限定させた上で技をかけてるわけですよね。条件設定があるんだったら私でも似たようなことができるんですよ。まあその時の動画のリンク右上に貼っておきますけど。けどそんな条件設定取っ払って、掴んだ後むちゃくちゃに振り回されたりしたら、とてもそんな真似はできないんすよ。まあこれは別に私以外誰がやっても、もちろん塩田先生がやっても同じ結果になると思うんすよ。で、塩田先生の逸話なんですけど、ケネディのボディガードは、なぜか塩田先生と正座で向かい合った状態から腕を取りに行ってるんですよ。正座の習慣がない外国人がわざわざ正座してるんですよ。これは何かしら条件設定がされていたと考えるべきだと思うんですよ。木村正彦との勝負も、これは腕相撲だったということなので、腕相撲は腕相撲でコツがあることなので、格闘の勝負とは分けて考えるべきだと思うんすよ。前田さんの時も、前田さんはあくまで技をかけてもらいに行ったとのことなので、技っていうのはしっかりとポイントを押さえてかければ、前田さんぐらい屈強な人相手でも動けなくするということは十分あるわけですけど、けどそれもやっぱり、条件設定されているからの話ですよね。
条件設定されてない状態で塩田先生が技かけてる映像って、ほぼないと思うんすよ。多少それっぽいのに、伝説の坂東英二さんとの放送事故があるんですけど。当たらない、そしてすばしっこいというか、軽やかです。しかし今拝見してますと、相手が上手だから館長が74歳でもくる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 こうペラッとやってるような、そんなことしませんでもないですね。はいはいはい。それはそうなんですか。匂いによっちゃそうかもしれないですね。安藤さん一つ。私もね言ってないですが、74歳の方にムキになられて。スポーツマンですからね。おう、これは僕が行きますよ。ほっ。とまあこんなことがあって。これ見て塩田剛造先生の技はやっぱりお約束なしでもかかるんだと思った人もいると思うんですけど。これ、そもそも不自然なのが、なんで坂東英二さんはいきなり喧嘩売るような真似をしだしたのかなというところなんですよね。プロの司会者である坂東さんにとっては番組の進行を妨げさせないというのが至上命題なのに、なんでこんな余計なことをやりだしたのかと。そう考えるとこれは、最初から段取りにあったことだったと思うんすよ。で、疑う坂東英二に塩田先生が技をかけてあげて、ああこりゃ本物だとか言って、塩田先生のことを持ち上げてあげようという段取りだったと思うんですよ。でも、塩田先生はおそらくその段取りを忘れていたと思うんですよ。だから坂東さんは塩田先生の襟首を掴んで、本来だったらここで塩田先生が技をかけるはずだったのに何もしないから、一度手を離して、次に行きますよ、と声を出してからもう一度掴みに行ったと。だからこの時の坂東英二さんは抵抗する気はなく、素直に技にかかるつもりで掴みに行ったと思うんですよ。けど、段取りを忘れていた塩田先生は、なんかこの時ちょっとムッとしてましたよね。だから坂東さんは本当に喧嘩を売ってきたと思ったんじゃないかと思うんですよ。けれど何を思ったか坂東さんはおあつらえ向きの形で胸ぐらを掴みに来てくれたと。そこで塩田先生は坂東さんを V1 アームロックみたいな形で投げて、ついでにビンタも食らわしてやった。そんなとこがこの放送事故の真相ではないかと思うんですよ。で、私が知る限り塩田先生がお約束なしで襲いかかられたのってこの映像だけなんすよね。これも大先生秘伝の技。飯島痛くないので一安心。突然リラックスしちゃって和気あいあい。見ての通り、塩田先生の屈強な弟子たちにはあれほど見事にかかっていた合気と呼ばれる技が、こちらの小柄な女性にはかかってないんすよ。いやまあ最後はちょっと空気読んで倒れてあげたっぽいところはあるんですけど、塩田先生のお弟子さんみたいに、うわーとか声出しながらポーンと吹っ飛ぶなんてことはないですよね。そもそも、柔道とか見ればわかるんですけど、投げられる時に、うわーなんて声でねえだろうと思うんですよ。要するに我々が、合気、と思って見ている現象って、師匠と弟子という信頼関係がないと起こらないと思うんすよ。どうもですね、特殊なコミュニティの内部だけで通用するような幻想というものがあって、師匠と弟子みたいな信頼関係があると、その幻想を現実させようとする意識が無意識に働いちゃうらしいんすよ。だから、我々が、合気、と思って見ているものって実はそれなんじゃねえかなと。だから、その信頼関係、というかお約束が分かっていない人に対しては、あの、合気、と呼ばれるような現象が起きなかった、ってことだと思うんすよ。で、あとは、ひろゆきさんは塩田先生が強いのは筋肉使わないからだって言ってますよね。相手がどう動くかっていうのを読んで、それに合わせて必要なところをちょっとだけ抑えて軸をずらす。それができるから塩田先生は筋肉使わないんだとひろゆきさんは思っているわけですよね。で、普通の人にはそのことが何を言っているのかよくわからないと思うんですけど、私には大体のところはわかるんすよ。例えば相手が両手で目いっぱいの力で掴んできても、ほんのちょっと軸をずらしてほんのちょっと力を加えてやる。これで容易に相手を動かすことができるんすよ。だからまあ、ひろゆきさんが言いたいこともおそらくこのことなんじゃないかと思うんすよ。で、確かにこのコツって色々使い手があって、首相撲みたいな組合になった時は活かせるんですよ。けどですね、それができるからといって相手から容易に勝ちを得られるかというと、そんなことはないわけですよ。相手も抵抗するんですから。コツはコツとしてあるんですけど、やっぱりそれだけじゃ不十分で、筋力なんかも必要になってくるわけですよ。塩田先生だったら筋力を全く使わないとか思うかもしれませんけど、
そもそも塩田先生自体が条件設定のされてない状態での技をほぼ見せたことがない人なので、その可能性はかなり低いんじゃないかなぁと考えるのが妥当だと思います。あと、ひろゆきさん、掴まれた瞬間に腰を落とすと、例えば塩田先生の体重が50キロだとしたら50キロ分引っ張られてしまうと言ってますけど、ひろゆきさん、それって自分で再現できましたかね。これもエアプの人とかに多いんですけど、有名ななんとかさんが言っていたとか、なんかの本に書いてあったとか、そういうのを鵜呑みにしちゃって、自分で再現もできないのにそうなんだと思っちゃう人って多いんすよ。で、はっきり言ってしまうと、掴まれた時に腰落とせば相手を引っ張れるってことは普通はないんすよ。なぜかというと人間の関節は動くようにできてるからですよ。だから掴まれた瞬間いくら腰を落とそうが相手の腕の角度が変わるだけで、引っ張られるなんてことはないんですよ。普通は。ただ、もし人間が瀬戸物みたいに関節が固定された物体だとしたら引っ張られるということはあると思うんですけど、なんか、人間をそんな状態にする方法、あるんすかね。もしあるとしたら、まずはひろゆきさんがお約束を取っ払ったところで再現できるというのを見せるといいですよ。私は喜んで手のひらくるくる返すんで。ただまあ普通は、柔道の試合を見てもわかると思うんですけど、相手を引っ張りたかったら腰を落とした後にしっかりと引きつける必要があるんですよ。で、その引きつけた時の勢いを利用して背負い投げなんかをかけたりするんですよ。ただ、相手を引っ張れたからといってそれで勝ちを得られるかといえば、柔道をやっている人たちがあれほど苦労しているのを見れば、そう簡単にはいかないというのはわかると思います。塩田先生ならできる、と思いたい人もいるかもしれないですけど、さっきも言ったように塩田先生自身が条件設定のない状態で技を見せたことがほとんどない人なので、その可能性は低いと思うのが妥当だと思います。そもそもの話、その理屈が本当であるというのであれば、誰々ならできるとか他人任せにしないで、まずは自分が再現できるようになるべきだと思います。何年かかっても一向に再現できないのであれば、まずはその理屈を疑ってかかるべきではないかと。あと、ひろゆきさん。塩田先生が掴まれた瞬間に腰を落としているというのが、見てわかると言ってるんですけど、本当にご自分の目で見てわかったんですかね。どうも私には塩田先生が掴まれた瞬間に、特に腰を落としているようには見えないんですけど、ひろゆきさんにはそれが見えるということなんですかね。もしかしたらひろゆきさん、自分で確認したわけじゃないけど、誰かの受け売りをそのまま信じてしまった、ってことはないですかね。そういえばかつて合気の師範という人が、総合格闘技の試合で合気を使おうとしたことがあったんですけど、10秒くらいで負けてしまったんですよ。まあ、負けたとしてもそこそこ戦えた上で惜しくも敗れましたっていうなら良かったんですけど、全く勝負になってなかったんで、これはもう合気というものが本来は一体どういうものなのかというのを、今一度考え直した方がいいんじゃないかなぁと思いました。もしかしたら人によっては、塩田剛造先生なら勝てたと思う人もいるのかもしれないですけど、私は、同じ結果になっただろうなぁと思います。ただ最後に、勘違いしてほしくないんですけど、私は別に塩田剛造先生が弱かったとか言ってるわけではないんすよ。確か逸話の一つに、塩田先生が手合わせを申し込まれた時に、いきなり相手の喉をついて倒したなんてのがあったと思うんで、思い切ってそういう真似ができるのもそれはそれで強さかなと。ただ、塩田先生の本来の強さって、我々がバキですり込まれた渋川豪樹のような強さではないと思うんですよね。で、今回思ったんですけど、ひろゆきさんって現実的にバッサリした考え方ばかりする人だと思ってたんですけど、バキの影響を受けて塩田先生を評価したりとか、自分が再現できたわけでもないのにどっかの誰かの言を鵜呑みにするとか、結構ロマンチストというか、そんな面があるんだなぁと思いました。まあカレイダのような老人が屈強な男たちをポンポン投げ飛ばすというのはロマンのある話だとは思うんですけど、今後は自分が再現できるのかどうか、しっかりとデータを取ってから発言をした方がいいと思います。以上。